しょ出せくそこんな牢屋すぐ出てやるぞカイドウ。お前はシャボンディ諸島の。お前は麦わら。ざまあねえ、カイドウにやられたのか。なんだよ、お前だって捕まってるくせに。うるせえな。二度と不覚は取らねえ。カイドウは俺がぶっ飛ばす。待て、カイドウをぶっ飛ばすのは俺だ。海賊王になるのも俺だ。いいや、カイドウを倒して名を上げるのは俺だ。見つけたぞ、麦わら。え、カタクリ、どうしてここに。まさかビッグマムの連中まで来てるとはな。ブルレ、鍵を使え。助けてくれんのか。じっとしてな。海楼石の手錠だから私も触れられないんだよ。手錠が。ありがとう、カタクリ。枝なあ、カタクリ、こいつも助けてくれ。いや、俺は助けは借りねえ。勝手なことするな。待て、麦わら。お前を助けたのはママの元へ連行するため。それはダメだ。カイドウを倒すのが先だ。こいつと俺でどっちが先にカイドウを倒すか勝負すんだよ。だからこいつも連れてく。お前らと戦うのはその後だ。さも当然のようにカイドウやママを倒すつもりなのか。やはりこいつは。お兄ちゃん、私たちの鏡が。もう気づかれたか。麦わらが逃走する確率 63%。 不穏な予感がして来てみたが、随分と意外な客人のようだ。侵入者に脱走者、誰一人逃がしはしない。いたぞ、侵入者だ。めんどくせえことになったな。よし、外れた。てこな、あたしの鍵。いつの間に。ヒヒヒ、これで勝負できるな、ギザオ。シャボンディ諸島での一件といい、本当にむちゃくちゃな野郎だ。よし、とりあえずここを抜け出すぞ。お前ら、手貸せ。ここを抜けるまでだ。その後、お前をママの元へと連れていく。カイドウにビッグマム、二人とも俺が仕留めてやる。ヒヒヒ、二人とも気合十分だな。まずは捕まってるはずのウソップたちを助けねえとな。この人たち全然話が噛み合ってない。よし、行くぞ。ギザオ、カタクリ、脱走だ。俺は仲間を助けに行く。そこをどかねえならぶっ飛ばすぞ。お前たちの逃走成功率は限りなくゼロに近い。決して逃がしはしないぞ。やった、
末しておく。マイナス1だが、この程度どうということはない。あそこの子は使えそうだ。周りの敵をぶっ飛ばすか。されたらしい。本当か？早く助けてやらねえと。ダブルカルバリン。リングホーク。これで少しは脱出しやすくなったな。先を急ぐとする。どうも見つけたか。ここまで追い込まれるとはな。よし、スネークマン。これまでだ。本気で行こう。わらびゲット。ブラックマンバ。ファイソン。ファイソン。わらびゲット。イノアンスピード。運気が落ちているようだ。一度体勢を整えるとしよう。助けさせてたまるか。撃ち取れ。バカ、てめえの仲間探しに俺たちまで付き合わせる気か。言って聞くようなやつではないだろう。それに今別行動しても不利になるんだけど。最終的に生の元へ連れ帰れる。それでいい。オープライフルスタンプイーグルファイターか。おいお前、その仲間の場所知ろ。知らねえよ。他の奴に聞いてくれ。よし。
捕らえてやる。ゴムゴムのギガントトーレックス、ポケット、ポケット、ポケット、ブーツン鍵をもらってくぞ。ポケット、ポケット、ブーツン、エレファントガン、ギガントトーレックス。さよう、助かったぜ。食い止める。ポケット、行くぞ。今助けるぞ。オープライト、スタンプ、イーグルバイバーガー、よっ、エレファント、ルフィー、遅かったな。ちょうど今脱走するところだったんだ。本当だぞ。ウンドマン、キングコメンガン、ダブルカルマリン。この囚人を渡すわけにはいかん。おかげで助かったわ。ありがとう。嫌なままで、このままで俺が断ち切ろう。お客さん、お客さん、そこまで来て急いだ方が良さそう。そこに麦わらたちがいるぞ。引っ捕らえろ。脱獄されたか。だがそれなら再び捕らえるだけだ。イノシュナイダー、エオバブーカ、ポケット、俺たちの邪魔すんなよ。よし、港まであと少しだ。親父譲りの狙撃の腕、拝ませてやら。よし、まあさっさと港に向かおうぜ。ドレークのお出ましか。お前には用はねえんだ。そこをどけ。俺が行こう。念のためだ。これで本当に進めるわ。
戻っててくれ。 何言ってんだよ。 ルフィ、 一人でなんてどう考えても無茶だろう。 ルフィ止めるよ。 みんなを連れてくる方が早いわ。 急いで合流しましょう。 面倒な奴が来るぞ。 Let's go.
協力していたとはな。敵の敵は味方だというわけだ。これは俺個人の意思、ママは関係ない。違うか。闇雲に攻撃するのではなく、俺たちの技を同時にぶつけて。てめえは引っ込んでるバカサル。俺の獲物だ。邪魔すんじゃねえよ、ギザオ。ぜえ、お前ら、人の話を聞け。まとめて踏み潰してやる。一撃が決まったのを見た。てめえのじゃねえ。なんだとこの野郎。お前ら先にとどめよ。そこまでだ。ああ、なんだてめえら。ビッグマム海賊団鬼ヶ島に上陸間近との報あり、急に戻りましょう。ママ今は引く。だが今度こそ次はない。これ以上の長いは無用だ。俺は戻る。お前らに力を貸してやるのもこれまでだ。おい、何すんだよ。てめえ、てめえ、お前今何した。てめえのせいで逃がしたじゃねえか。お兄ちゃん、どうして麦わらを捕まえないの。絶好のチャンスだったじゃない。奴らは逃げん。ママと合流して事態を報告する。体制を整え、カイドウの動きを警戒する方が先決だ。お前との決着、今は預けておく。麦わら、